関係者によりますと、世耕弘成前参院幹事長は、今月27日に投開票予定の衆議院選挙で、和歌山2区から無所属で立候補する意向を固めたということです。10月5日土曜日にですね、全県的に後援会の幹部の皆さんにお集まりをいただいて、そこでご相談、議論した上でまたお話したい。今月5日、和歌山県田辺市内で正式に立候補を表明する予定です。2区では自民党で新人の二階俊博元幹事長の三男の二階信康さん、共産党で新人の楠本文郎さん、諸派で新人の本間奈々さんが立候補を表明しています。